さてどうする、グノーシアとは、異星体グノースに触れた人間は触れて人間ならざる者、グノーシア汚染者となってしまう、そう言われているね。異星体グノース、その異星体については何も分かんないらしいね。未発見の知的生命体だの、別次元の神にも等しい存在だの、今全部ただの仮説でしかない。まあ要するにウイルスかなんかかもしれないけど、詳しいことは分かってないってことか。なるほどね、異星体ね、異なる星にいる生物ってことか。このみんないろんな国から星から来てるけど、まだまだそういう未知の生物がいるってことなんだね。そして俺はこのラキオに疑われていると。で、だしよう、うん、そんなことも知らないとか君嘘っぽいんだけど君は本当に俺に対して聞くね、かばうぞ俺は自分をが急に自分に疑いが向けられて自分に疑いが向けられてるのに、急にセッチャーをかばい出したらやばい、ラキオをかばい出したらやばすぎるこれはちょっとどうしようかな、かばってみようかな。いやでもどうなるんだろうなっていう感じだよ ね。ここがちょっと人間とコンピューターって感じするよ ね。どうなるんだっていうのをちょっと見てみたくなっちゃう、うん、人間相手にさこんなことやったらさ終わりだよね。そんなことしないとかお前おかしくないって、いやって自分を疑ってきた相手をかばうみたいなさ、ね、ちょっとやってみようかな、ラキをかばってみるか。ラキを信頼することを宣言した。いや俺でも言うてラキお前グノーシアじゃなかったし、いいやつだと思ってるし、うん、やめようよ俺疑うの。へえ、僕と手を組みたいのかな、懸命な選択で、あはははは、なんか喜ばれちゃったよ、喜ばれたぞ様子見とこう。しよう、私はあなたを信じるから。あ、何ちょっと俺のカリスマ性発揮されちゃった、素晴らしいわ、信じてるって。ということは俺の投票にジナちゃんは追随するってことかな。塩を診療する理由なんて僕には何一つないんだけど、あ、ちょっと反応しようかな、俺反応してるなこいつ、俺もちょっと発言したいんだけどな、まだなんか悪いな、発言する。誰が人狼か分かんないぜこれ、あ、誰グノーシアか疑う、なんでそんな俺疑ってんの、なんか俺を疑う、様子見ようか。塩は味方だよ、少なくとも私はそう思ってる、うん、感謝する、ありがとう、信用されてるな、せっちゃんと俺の間には固い絆があるな、星を超えた絆がある、うん、お前ちょっと突っかかってくるな、なんでそんな俺のことを そんな風に言うの。これだとまたラキオがちょっとあれだよな、飛ばされちゃうよな、なんで俺のことこんな疑ってるんだろうね、ちょっと様子見るか。 SK は信用できない、ずっと黙っているから、ああそれと ジナちゃんも最初黙ってなかったって感じだけど、おっとそうきましたが、発言する、弁護する、SQ ちゃんは確かによくわかんないな、弁護する理由もないな、うん、投票始めるしかないか、じゃあ投票始めるか、ちょっと様子見るで投票始める人確認してみる、いや投票するかね、そろそろ投票の時間だ、いやちょっと待って、でも入れらんないぞ、これどうしようかな、これ難しいよね。むずくない？普通に考えて誰かわかんないよ。俺役割上院なんだよね、今ね。で、俺自分がグノーシアかどうかわかんないのかな、これ。うん。信用です、塩は信用です。いや、塩を信じちゃいけない。SQ は黙ってて怪しい。ね。SQ ちゃん確かに黙ってて怪しいんだよな。SQ ちゃん入れてみる。でもラキオっぽいんだよな。でもラキオ俺疑ってるだけだからな。これで俺がラキオに投票したらさ、なんかさ、疑わしきは処分みたいなさ、グノーシア的な感じになっちゃうじゃん。でも誰かいなきゃいけないんだよね。スキップができないから。まあ、せっちゃんかラキオかな。ちょっとジナも、でも俺、せっちゃんね、SQ ちゃんかラキオかな。どうしよう。ジナもあんまりね、でも発言しないんだけど、俺を信じるって言った手前な。で、SQ ちゃんがラキオだよな。どうしようかな。黙ってて怪しい。確かにそうなんだよな。SQ ちゃんに入れようかな。うん。SQ ちゃん、ジナちゃん、そんなこと言ってセッちゃんに入れてんの。ね。ジナちゃん怪しくねジナちゃんセッちゃんに入れてんだ。ちょっと次のフェーズはジナちゃんちょっとあれかな、問い詰めていこうかな。はいはいはい、わかりました、わかりました、わかりました。うん、
これ俺がラキオに似てればラキオ飛ばせたな。セツとラキオの中は眠る人を決めないと。あ、決戦投票になるのか。あ、で、決戦ラウンドがあるのね。うん、発言しよう。どうしようどうしようどうしよう。様子見、あ、でも、かばおうかな。セッちゃんをかばおうかな。うん。北には答えたいな。セツを信用してるには僕の話じゃないんだけど。うん。まだ様子見ようかな。誰かの発言を聞きたいな。間違えていたらごめんなさい。だけど私には説が怪しく見える。まあ言えてるもんね、せっちゃんにね。僕以外の説を疑ってるやついたんだわ。意外といい感じじゃない。いや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 、それはまあおかしいよ。うん。うん。終わりだ。うん、冷凍工具決めちゃいますか。もうこうなるとラッキオなんだよな。うん。おお、ラッキオだ、ラッキオ、ラッキオだ。うん。うんうん、SQ ちゃんはラッキーを入れたね、うん、俺がラッキー、俺がラッキーに移ったから3人になったと。この僕をレッドスイミングさせるのは救いがたいね。集団自殺する動物のようだね。ああ、僕はいいよ、構わない。例えば僕には死刑宣告に人質としても甘じを受け入れよう。むしろ神では寒類者だね。すげえ話すな。さらばだ。うん、ラッキーを一番最初にコールドスリープさせられるな。1周目も2周目も空間で今少し時間があるよ。実質に戻るまで船内を歩き回ってみることにした。私がご案内させていただきますね。お、娯楽室なんてあるんだ。おー、何ビリヤードみたいなのあんじゃん。様々な室内レクリエーションを楽しんでいただけます。ご要望があれば遊具を即時生成することもでき、あ、そうなんだ。ご希望のレクリエーションなどございますか。何でもおっしゃってくださいね。うん、あ、いいじゃん。三次元実質なんだ、面白そう。でもビリヤードかな。ビリヤードに自信があると答えた。シオ様の腕では無理かと存じます。そうなんだよ、俺ビリヤード、なかなかブレイクショットするね、うまくできないからね。うん、ビリヤード上手い人すげえと思うよ。ビリヤードを楽しむには少なくとも腕が少なくとも4本は必要となります。どういうビリヤードよ。何をさせんだよこれ。自分のしてるビリヤードと違うようだ。別に移動いたしましょうか。あ、食堂あるんだ。食堂では乗員の皆様にお食事を楽しんでいただけます。塩さんはどのようなお料理が好みですか。あー、ちょっと今食いたいのはラーメンかな。やはりラーメンがいいと答えた。でしょうね、ふふ。塩さんはラーメンが好きそうなお顔でいらっしゃいますもん。醤油が合っていたのか。違うわ。とはいえ、今お食事をなさる時間では時間ございません、ね、よろしければ仮想室もご案内いたします。廊下のスロープを下っていった。仮想には船内環境維持や静観移動のために施設が集中しております。当船 DQO の心臓部というべきエリアです。エヴァ準備室どなたかいらっしゃいますね。エヴァ準備室、 EVA 準備室、なんだろう。あ、ジナちゃんがいる。誰発言する。グノーシアだ。俺一応乗員だからね、役割がね。インデンの乗員で俺ね、名前を告げた。そう、ラキオならもう眠って、私見届けたから。うんうん、ラキオと仲良かったのかな。この宇宙のどっかに何か私たちを食わらせ別のものに変えてしまう。もし眠らせることに失敗したらグノーシアがこの船を支配してしまったら、グノーシアは何をするの。何するんだろうね。船を乗っ取ってまたグノーシアを増やしに行くのかな。おそらくグノーシアを船体は残っている乗員を消滅させるでしょう。うん、ただし汚染体によっては極度の過逆傾向を示したり、人間を利用して動物的本能を満たすケースもあるようです。はあ、なるほど。虐待したり、なんかこう好きなようにこうもてあそぶとか、そういうケースもあると。基地体の私ですら記録から抹消したくなるような例も残っています。なるほどね。グノーシアに感染した人間の元の性格とかね、いうのが結構色濃く反映されるのかもしれないですね。怖いねー。怖ーい。うん。あ、空間時間迫ってるの。そう、実質にお戻りくださいませ。お、何？誰がグノーシアか、私わかるかもしれない。え？明日みんなの前で話すからおやすみなさい。でもそう言うとジナちゃん殺されそうなんだよな。うん。あせっちゃん、ということはラキオでもないしせっちゃんでもなかったということか。うん、 SQ ちゃんかジナちゃんじゃん。お、やばいじゃん。
説、私忘れない。説に投票してたじゃない、あなた。あなた、説に投票してなかったっけ。ジナの話を聞こうか。うん。はい、お願いします。あ、エンジニア、あー、初めてロールが出てきた。この船で私だけ調査機器を使える。うん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 。だから昨晩の空間転移の時、SQ の次元波を調べるように設定した。転移のタイミングなら解析できるから。あ、なるほどなるほどなるほど。SQ に狙いを定めたってこと？それで分かった。SQ はグノーシア。エンジニアは空間転移のために一人ずつグノーシアか否かを知ることができます。エンジニアは一人しか存在しません。自称エンジニアってことかな、でも今の段階では。うんうんうん。空間転移は一人ずつグノーシアか否かを知ることができます。ああ、なるほどね。じゃあ、当たりをつけたやつがグノーシアか否か分かるってことか。へえ、そう来るんだ。うん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 。レビュー、私がエンジニアだと証明できる？申し訳ございませんが、不可能です。確かに1名分のエンジニア権限申請は受理いたしましたが、それが私だとは言えない。上位の皆様の個人データが汚染されている可能性がございますので、エンジニア権限とジナ様との紐付けは不可能な状況です。ほー、グノーシアってなぁ、ねぇ。データにまで侵食すると。うん。あとはしよう。誰を信じるかそれだけ。エンジニア報告を確認することができます。これか。うん。グノーシアと報告された、人間と報告された、数字は各エンジニアと対応する。いちいち。ああ、はいはいはい。カミングアウトしてるんだよ。でもカミングアウトしてるだけなんだよね、これ。カミングアウトしてるだけなのよ。わからん。様子見たい。こう言っちゃ悪いけどさ、SQちゃんジナのこと苦手っていうか、鳥肌があれしちゃうのよね。ジナのこと苦手っていうか、鳥肌があれしちゃう。どういうこと？ちょっと聞いてみようか。私が憎いの？そう。これは微妙だな。どうしよう、でもまあ、エンジニア報告で SQ がさ、ね、グノーシアって言われてんだからね。うん。カミングアウトが、嘘だったら、でもあんな感じで前日の夜からね、誰がグノーシアか分かるかもしれないって言っててさ、ね、前日の夜の会話おかしくない？でもさ、誰がグノーシアか分かるかもって言っててさ、ね、もう SQ ちゃんに当たりをつけてたんだけど、 SQ ちゃんがさ、そんな怪しい素振りなんてなくなかった。 SQ ちゃん怪しい素振りしてなかった気がするんだけどな。ね、自分がグノーシアでさ、だったらさ、わかるよね。私誰がグノーシアか分かったかもしれないってさ、エンジニアだってカミングアウトするみたいな。ね。あり得るが分からん。分からんぞ。どうしよう。誰も何も言わないの、もう眠る人を決めればいいと思う。いや。なんか、投票急いでない？ジナちゃん。うん、疑わしいのはジナだと指摘した。そうそう、ジナ怪しいっすよ、お客さん。これだけか。いや、これどっちだろうな。投票急いでるな。こう言っちゃ悪いけどさ、 SQ ちゃんジナのこと苦手って言うと、同調するとどうなるんだろう。これちょっとジナちゃん怪しいよね、自分から言い出したから。でまたこれ SQ ちゃんがグノーシアって展開もあるか、分からんない。同調してみようかな。ちょっと怪しいんだよね、前日の夜の会話が。素直に信頼すべきかどうなるかっていうのが試されるな、これ。同調してみようかな。疑っていたことを告げた。私が憎いの？そう。投票するか。いや、これは難しいぞ。でもエンジニアなんでしょ、ジナちゃん。でも結局このエンジニアっていうのもさ、自称エンジニアだからな、紐付けられないっていうのがな。カミングアウトがね、ラキオの仮説のどっちかがさ、ね、深読みしすぎかな。いやー、これどうなの、どっちなんだろうな、悩むな、これ。深読みすぎかな、これ。これで俺2票入ったら面白いね。ね。
いやー、やっぱジナちゃんかな。いやでも信じる、あんだけさ専用のイベント CG 挟んできたんだからさちょっとメタ読みになるけどね、私誰がグノーシアか分かったもんってさ、ね、言ってるからさ、信じてあげようかな。うん、信じてあげましょうか。うん、信じようか。うん、まあしょうがないんだけどさ、コールスリーベ美容的にどうなんだろう。うん、ありがとう、私がエンジニアだって信じてくれたから。いやまあ、うん、このカミングアウトもね、自分が生き残ったことより信じてくれたのが嬉しい。本当？もっと感謝しろ。うん、うん、じゃあさよなら、また明日会えるといいね。え、あ、やだなこれ。あ、終わった終わった終わった、よかったよかったよかった、信じよかった、また SQ ちゃんグノーシアだったの。よかったよかったよかった、オッケー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 、なんか経験値いっぱい手に入れられたな、ね。うん、データ参照、これ自分のスキルを上げるとかどうやってできるんだろう、まだできないのかな。終了します、はい。ループ3、お、という状況なのみんな協力してほしい。あ、またループ3だ。え、誰だよこいつ。おい、この船宇宙人がいた、マジかよ、怖え。典型的なやつができたと、なんか。あ、まず知らない人いた。宇宙人といるより、正しくグノーシアを選手。あー、2体検知、2体いんの。うわー、また新しい人だ。この2人の話し合いの参加者だろうが、グノーシアを見たいるらしいか。あ、ラッキーをいた。1体が茂みした、なるほどね。お前ラッキー、俺が欲しいじゃんわけねえだろ。うん、データ参照しよう。上院データ。仲のいい人 SQ だって。しげみち、性別、あ、男なんだ。うん。88歳、すごい。ステラちゃん、女。出身地非公開。突起事故がない。うん、他の人突起事故ないな。うん、オッケー。公開日誌。1日目なし。2人いんのね。うん。俺含めて、7人か。発言する、宇宙人だろ。どう見ても宇宙人だと言った。いや、お前見た目で人判断すんなって、これあれいろいろあるんだよ、いろいろ。確かにね。もう広い宇宙、こんな宇宙人いてもいいよね。うん。逆に残念なんだけど。てか、まあ、みんなそれぞれお互い宇宙人だろ。ね。星が違うんだからね。茂道は残念。あ、泣きそう。あ、もう泣くよね、それね。もうストレートに言われちゃったよ、残念って。残念だからって言って、グノーシア先生とは限らないだろ。ここは冷静に話し合おう。うん。時間限られています。誰がコールスリープすべきなのか、皆様の意見をお聞かせください。2体潜んでいます。エンジニアが名乗り出てくれば、その報告がグノーシア明けの手がかりになるでしょう。わかった。じゃあ、様子見ようかな。間違えていたらごめんなさい。だけど私には茂道が怪しく見える。人を見た目で判断するなと。いや、それは良くない。まだわかんないじゃん。茂道が疑いに反論した。うん、しげみちなんか言うことはない？大臣賞が決めてました。ジナが怪しいっす。なんか悪いね、ここも。ジナが、うん、確か妙な感じがするな。え？なんで？私が疑われてるんだ。要素が足んないな。エンジニアの報告が欲しいが。私はジナを守る。ジナを攻めるのは私は戦うから。おー、なんで？なんでそんな。ジナと、今回ジナちゃんと仲いいよね、せっちゃんは。ジナの潔白に1票と、僕 TS だら、母、あー、なるほど、なるほど、なるほど。ジナ派が3人いるぜ。ジナ派が3人いる。うん。うん。うん。ジナ派がジナを含めて3人か。ラキオとセッちゃんは、ジナのこと信頼してるんだな。なるほどね。うん。ただ疑うわけにもいかないよな。こんなこと言いたくないのが、ジナは変じゃないか。気のせいだったらすまんけど。ああ、こいつはジナを疑ってるんだ。やっぱそう思ったらジナ怪しいよね。SQ ちゃん。SQ ちゃん。ジナ怪しいと思ってる人が2人ずついるのか、それぞれ。しげみさん、そのようにジナさんも敵してるのは尊敬にすぎませんか？ああ、確かに。うん。俺はそう思うな。ああ、いや、まあ、そうじゃないんだけど。わからんな。
重道がまがいものなんじゃねえ。そんなんで本物人間だったら逆に哀れだよね。かわいそすぎるだろ。悲しみ向けのいいアイデアだと思います。なんかかわいかわいそう。なんかそのか完全に外見的特徴から判断してね、皆さん。俺怪しいのがショックだぜ。いや俺はそんなことないと思うよ。うん、でもこれどうする。俺が俺に疑いの目向けられてないけどさ、様子見ようかな。味方だよ、少なくとも私はそう思ってる。うんうんうん、やめとった方がいいんじゃない。だってじゃあ、あれっぽいっていうかさ、あれっぽいってどういうこと。あれっぽいってなんだ。俺風見取りすぎるな。もう投票しようか、じゃあね。うん、いやこれ分からんな。エンジニアの報告もしたいな。投票しよう。うん、誰も怪しく見えるな。誰も怪しく見える。重道もかわいそうだし、なんか、でもジナちゃんっぽいよね。でもせっちゃんとラキオがさ、ジナをかばってるんだよね。ね。で、SQ ちゃんと重道がジナを怪しんでるんだよね。なんかちょっと、なんかジナちゃんはどっちつか、なんか、かばわれて疑われてるから、なんか、やっぱり違うんじゃないかな。かといって他に愚弄者っぽい人いないんだよな。でも これやんないと決選投票になっちゃうしな。じゃあジナちゃんにちょっと言ってもらえますか。ここはしげみち俺は信じてんだけど、名前のこと。あー、殺せびちゃったよ。もっといてほしいキャラだったんだけど、実質。あー、確認した？うん。あ、情報収集ね。あ、いいね。ちょうどウルウルしたかったんだよ。船内マップ表示いたします。お、いいじゃん。好きな場所一度だけ、一度だけ人と話をして仲良くなる、あなたのことをより診療してくれるかもしれません。ほう。水質管理室。水の循環再生を管理する部屋。小さなプールが再起選出された。共同寝室、カプセル状のベッドが並んでおり、最低限のパーソナルスペースを確保できる。シャッターを閉めれば気密性、防音性も高い。医務室、診断から処置まで適切に行ってくれ、そのままコールドスリープ室に送ることも可能。ああ、なるほどね。明るくくつろいだ君がちょっとした弾丸に最適、オートメンテナンス水槽には小さな魚、エビなどが生態系を形成している。あ、シャワールーム。運動後なので汗や汚れを落としたいときに使用される、洗濯もできる。まあ、シャワールームに行くのはちょっと、やぼってもんでしょ。俺、ラキオとちょっと仲良くないだから、ラキオのとこ行くかな。いや、君と会話して僕は何を得られるんだ。君の友情？はは。終わりかい。何の信頼関係も構築できなかったのに、SQ ちゃんがやられちゃったよ。あ、でも一人しかやられなかった。一人しかやられなかったってことは、やっぱ、重道愚弄者だったってこと？二人いたら二人やられちゃうもんね。ね。ね、じゃあ、様子見ようかな。嘘つくな、構わないステラ。だけどそれは何のための嘘なの。どういうこと。何の嘘ついたんだ、ステラ。確かに不審かな。まあこの際仲いいしな。そうですか、私その、かばってみようかな、ステラ。ステラは信頼してること宣言した。ありがとうございます、嬉しい。ステラを信用する人なんて僕には何人ないんだけど。賛成。今はまずい。おそらくステラを信じるべき状況じゃない。なんで誰かエンジニアカミングアウトしてくんない。カミングアウトしてほしいな。じゃあ発言疑う。なんかそんなに言うなんてせっちゃん怪しくない。せっちゃん、このループ3のせっちゃん、ちょっとなんか、いろいろとちょっと、今までは結構場をちょっとまとめようとしてたね。今回ちょっと尖ってる感じあるからさ。私が邪魔なんだね。いやいや、気づかないかな。せつに疑惑を向けようとする。この流れ自体が作為的だろ。同感せつを疑う必要ないと思う。これ、俺あんま発言しない方がいいな。ラキオ様の態度には少し疑問があります。へえ、君この僕を疑ってるんだ。セラ狙いはない。私たち分断、そんな手に乗るわけにいかないな。いやーこの3人あれだな、トリオ形成してるな。トリオね、この3人
せっちゃんジナラキをこの3人がちょっと形成してるぞ、コロニーをクラスターを。これどうしよう。もうステラに行くしかないよね、こうなったらね。ステラ信用できない。ああ全然ステラ行くじゃん。僕がステラ疑ってるやついたんだ、割と意外といい感じじゃない。私その、いやーこれステラちゃんかわいそうだな。うん、いやこれでももう、元の木阿弥っていうか、投票始めようか、敵を排除するんだ。まあみんなステラに行くよね、これね。ステラに行っちゃうよ、多分。3人がステラに投票するから、どうしよう、俺、ラッキー。いや、せっちゃん怪しいんだよな、ちょっと。そうなるよね、うん、そうなると思う。うん、わかりました。私はコールスビアン、皆さん応援しますね。うん、別れを告げる。終了条件満たしました。じゃあ、ステラと重道が、グロシアだったってこと？あ、みんなすごいね。だって私、ふふ。なるほど、そっちの終了条件かよ。グロシアが上位に安いじゃない、この上位。公開日誌でみんなの隠されていた行動を知ることができます。公開日誌でデータ参照が見られます。うわー、やっぱせっちゃんあれ、やっぱ怪しかった。ラキをエンジニアだったら、もう畜生。エンジニアとしてカミングアウトせえもんで、もう。公開日誌見てみよう。なるほどね。いやージナ怪しい、重道が怪しい。最初に怪しいって言い出したのはジナちゃんだったか。そういえばそうか、最初にそらそうとしたんでしょ。そらで俺が一応弁護したんだ、俺正しかったんだわ。なるほどな。でジナは信用できそうって言った。このログを見るとわかるな。なんかね、ログ見るとわかるわね。ログ見るとジナ信用できそうって言ってるし、すごいわ。結託してるのが分かりますね。で、ラキオは S キーを調べてみようってなって。で、S キーはね、だってね、ジナとか信頼してるもんね。ね。S キーじゃない、ラキオか。でもラキオは、ジナちゃん信頼してる人はないな。そうか、あ、そうか、ステラか、それは。なるほど。S キーを襲うことにして、S キー消失。で、ステラが怪しいって言って信用できそう。ラキオじゃん。ジナの嘘。直感力のステラ。ジナの嘘。気づいたんだ。で、俺の必死の抵抗を虚しくってこと？いやー。多勢にうぜ。ラキオを抱き込めればって話でしたね。うん。なるほどね。なるほど。終了します。